メルカリ暮らしのエリと申します。私はパートを辞めてメルカリ1本で生計を立てている5歳の子供の子育てをしているシングルマザーです。今回はメルカリ販売で初心者がついついやりがちなミス5つをご紹介していきたいと思います。皆さんお分かりだと思いますけど、間違ったやり方でやり続けていても結果には結びつきません。売上が永遠に出ないってなると結果やめてしまうことになってしまうんですよね。諦めてしまうことになってしまいます。人って結果が目に見えないと継続できないんですよね。そのためにも避けれるミスは事前に防げるように、今回はメルカリ初心者の方がやりがちなミスを5つお伝えしていこうと思います。この5つを最低限理解するだけでこれから物販を始める方はかなり取り組みやすくなると思いますし、売上のスピードも劇的に変わります。メルカリに慣れてきている人は、あーそんなこともあったなって見ていただければと思いますし、これから始める方はなるほどそういう失敗もあるんやって反面教師として見ていただければと思います。この動画では不用品販売で少し自信がついてきたからビジネスとして始めてみたい、パートを辞めて子育てをしながら在宅ワークをしたい、旦那に頼らず自分で稼ぐスキルを身につけたい、シングルマザーでもお金にも心にも余裕のある暮らしがしたいと考えている方にはとても役立つ内容になっていますので、ぜひ参考にしていただき、これからのあなたのメルカリ物販に生かしていただければ嬉しいです。メルカリ暮らしエリのプロフィールですが、4歳の息子と夫と暮らす元パート勤務の凡人主婦だった私が、現在はシングルマザーとして60万の収益を上げることができています。以前のメルカリ暮らし主婦の一日という動画でも言っていますが、元夫が病気で倒れてからは私が大黒柱となって生計を立てています。パートをしていた1年前はカツカツの生活をしていましたが、今ではお金にも心にも余裕のある暮らしができていて、毎日充実した生活を送ることができています。それでは早速お話ししていきます。第5位から、値段設定が間違っている、送料を価格に上乗せをしていない、利益計算ができてなくて売れたはいいけど利益がほとんど出てない、または赤字っていうことは、私が独学でやっていた頃は何度もありました。売れて嬉しかったけど後々調べてみると、あれ同じような商品がもっと高く売れてるやん、安くしすぎたってこともありました。これって2つ理由があります。そりゃそうですよね。商品を販売するのってなかなかないじゃないですか。物販ビジネスをされている方や自営業の方ならあるかもしれませんが、多くの方は自分の持っている商品に値付けをして販売するっていうことはそうそうないと思います。セカンドストリートで古着を売ったり、ブックオフで本を売ったりとか、そのぐらいしかないですよね。それが服が1着10円とか、もしくは値段がつかなくて返却されたりとか、10円のものも0円のものもメルカリで1000円で売れたり2000円で売れたり、今は適正な価格で売れる時代になってきているので、皆さんもこれからメルカリを使ってじゃんじゃんお金に変えていっていただければなと思います。あと一つは相場価格をリサーチする重要性を知らなかった。もちろん私もそうでした。自分の持っているこの商品がどのくらいの価値を持っているかなんて分かりませんよね。その商品がどれくらいレアなんか分かりませんよね。自分が数年前に買った商品が今ではめちゃくちゃレアになってるかもしれません。ただ何も考えずに出品してしまうとレアってことに気づかずに普通に安い値段で売ってしまってやってしもうたってなることもあるんですよね。これを回避するために他の人がいくらで売ってるのか確認したり、 Google 先生で大体の値段を把握しておくといいです。そんなん言うたかて初心者の方は相場価格を知る重要性が分かってないですし、そもそもほんまに売れるんって半信半疑ですもんね。ということで相場価格をリサーチすることももちろん大事なんですけど、その前に改めてここで頭に入れておいていただきたいことがあります。メルカリは販売価格から
から手数料 10% と送料が引かれます。その残りがあなたの利益になります。例えば2000円で売れた場合、2000円引く手数料、この場合は200円、ということで1800円で、1800円から送料、ゆーパケットポストの場合215円、ということで1585円。この1585円があなたの利益になります。メルカリで販売するとき、手数料と送料を上乗せした金額で出品してくださいね。ちなみに売上金を銀行に引き出すときも200円の手数料がかかるので、これも覚えておいてください。第4位、送料で大損している。皆さん、メルカリで商品が売れたとき、どのような方法で発送していますか？楽々メルカリ便とか、ゆーゆーメルカリ便とか、そういう便利なサービスがあって、そちらを利用している方っていうのが多いと思うんですけど、今回私が激推しするのがゆーゆーメルカリ便の中でもゆーパケットポストになります。私はメルカリを始めた頃はゆーパケットポストの存在も知らずに、送料のことも考えずに、さらには梱包の工夫もせずに発送してました。結論から言うと、ゆーパケットポストって全国一律215円で発送することができるんですよね。例えばなんですけど、ダウン1着を普通に何も考えずに宅急便の60サイズで送ったら750円かかります。私は今月に500件ほど取引をしているんですけど、仮にその半分の250件泣く泣く宅急便で送っていたら、合計133,750円損してるんですよね。やばないですか？これ以上安く送れへんって思ってた商品が、実はゆーパケットポストで送れるかもしれへんっていう話なんですよね。今から私が実践する方法で送料をかなり抑えれる方法を習得してもらえると思います。また発送にかかる時の時間もかなり削減できると思いますので、参考にしてみてください。今回紹介するゆーパケットポストについて特徴をまとめておきます。専用箱が不要で、どんな梱包資材でも OK、 ポストに入れれば厚さは関係ない、専用箱が不要な上、ポストに投函するだけでいいっていう手軽さもめちゃくちゃ便利なポイントになります。子供の幼稚園の送り迎えでポストに入れるだけなので、めちゃくちゃおすすめです。これから冬物に衣替えをして断捨離をするのに、メルカリで販売するっていう方が多いと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。それでは実践しながら説明していきますね。まず必要なものを紹介していきます。宅配ビニール袋です。茶封筒でもいいんですけど、分厚くなっているとこちらのビニール袋の方がポストに入りやすいのでおすすめです。中身が見えない、耐水性、強い粘着力、簡易包装と便利な袋です。 A4、A3、B5 とありますが、今回は一番小さい A4 サイズを使っていきます。こちらはダイソーで購入のものですが、私は大量に使うので Amazon で仕入れをしています。続きましてコロコロです。コロコロを使ってしっかりホコリを取ってきれいにしていきます。こちら圧縮袋です。こちらもダイソーで購入をしています。こちらはゆーパケットポスト専用シールです。これは郵便局やダイソー、ローソンで購入することができます。郵便局だと20枚入りで100円なので1枚5円、ダイソーは20枚入りで110円なので1枚 5.5 円、ローソンは10枚で75円なので1枚 7.5 円。私は大量に使用するので大抵郵便局、たまにダイソーで購入しています。最後にサイズを測るためのメジャーです。商品を送るサイズについて説明していきますね。三辺が60センチ以内、長辺が34センチ、重量が2キロ以内、厚さはポストに入れば OK です。注意は最小サイズもあるんですよね。縦14センチ、横9センチ以上っていう条件もあります。まずは最終検品をしつつ、コロコロで綺麗にしていきます。畳んでいくんですけど、なるべく厚みを抑えていきます。袖が一番かさばるので、工夫をして畳んでいきます。片方は普通に畳んで、もう一つは腕の部分で折り畳んでいきます。まだ分厚いので、この圧縮袋に入れて空気を抜いていきます。こんな感じです。ここで
注意したいのは、圧縮する旨は商品ページに記載をしておきましょう。圧縮をされるのが嫌な方もおられるので、事前にお伝えをしておきましょう。ここで宅配ビニール袋に入れていきます。これで梱包できたので、念のためサイズを測っておきます。 OK ですね。最後にシールを貼ってバーコードを読み取ります。以上です。同じ要領でセーターです。ポストに余裕っていうわけではなかったのですが、1着535円も送料を抑えることができました。第3位、説明文をほとんど書かない。これは初心者の方には結構多いんですよね。説明文はかなり大切になってきます。なぜ大切かっていうと、2つ理由があります。1つ目は、見てくださった方に安心感を与えることができるっていうところです。もう1つは、検索ワードを入れることができるんですよね。商品を見てタップしてくださった方が、さらに詳しい情報を知りたいがために説明文を見に来てくれます。そこで何も書いてないと購買意欲が激落ちしてしまいますよね。せっかく見に来てくださったのに、販売の機会を逃してしまうっていう致命的なことになってしまいます。逆の立場で、このパーカーいいなーって思ってサイズが知りたくって、何の情報も入ってないってなると、もうやめとこうかなってなりませんか？コメントしたらいいやんって思われるかもしれませんけど、コメントする行為ってめちゃくちゃめんどくさいんですよね。人はめんどくさいこと嫌がります。なので、服やったら着丈、肩幅、身幅、袖丈、行丈を最低限しっかり書いといてあげてくださいね。コメントを待つんじゃなくって、こちらから説明文を書いてあげて、安心して購入してあげられるようにしましょう。また検索ワードですけど、タイトルだけじゃなくって説明文もメルカリの検索に引っかかります。なので、よく検索されるワードを説明文に載せてあげることで、購入者さんの検索にヒットする確率も上がって、売れる確率もアップします。売れる商品も検索されずに誰にも見られなかったら意味ないじゃないですか。早く売れるためにも説明文はしっかり書いておきましょう。続きまして、第2、画像を1枚しか載せてない。プロの撮り方徹底解説という動画でも言ってるんですけど、写真はめちゃくちゃ大事なんですよね。その写真が1枚しかないって不安しかないですよね。メルカリは画像を10枚載せることができます。写真は購入者さんに安心していただくためにも大事な材料です。なので、いろんな角度から、正面、横から、後ろから、タグ、その服の特徴などが10枚がっつり載せることをお勧めします。面倒くさいから1、2枚しか載せてないっていう人も、販売につなげたいなら今すぐ立ち上がって10枚埋めてくださいね。最後に第1、一度出品したら放置。これが結構皆さんあるあるなんですよね。出品できた、満足っていうケースです。出品するだけではお金になりません。メルカリの流れは、出品して売れたら梱包発送して購入者さんのお手元に届いて評価をしていただいてから、こちらも評価をして、やっとお金に変わります。メルカリは出品したらどんどん下に下に埋もれていってしまいます。埋もれていってしまったら、見つけてもらうのは至難の業です。メルカリで売れる状態なのは上に表示される状態なんですよね。そこで、出品して時間が経った商品を上に上に上げる必要があります。簡単な方法は2つです。1つ目は再出品する。出品した商品を一度削除して改めて出品する方法です。ここで気をつけていただきたいのが、同じタイトルではなくって他の
キーワードを入れて再出品してみましょう。検索されにくかったから売れなかったわけなので、キーワードを変えて再出品してみることを心がけてみましょう。もう一つは100円値下げです。100円値下げすることによって上位表示されることと、もう一つメリットがあって、いいねしてくれている方に値下げ通知が行くんですよね。いいねしている商品が〇〇〇円に値下げされましたって、そんな通知が届きます。なのでいいねしてくださった方に対して再度アピールすることができます。一度出品したら終了じゃなくって、 2,3 日しても売れへんかったら再出品か100円値下げをしてみて上位表示をさせてあげましょう。ちなみに私は値段を高めに設定しておいて毎日100円値下げをしていってます。ということで、実際にこの5つのうちどれか当てはまってたっていう方がいたら、今すぐ改善していただいて売上アップにつなげていただければと思います。不用品だけで終わらず、自分で稼ぐ力を身につけられるようになったら心にゆとりが生まれます。会社員としてのお給料だけじゃなくって、自分のスキルで10万円20万円って稼げると自分にめちゃくちゃ自信がつきます。稼ぎたいと思ってるけど行動に移す勇気がない、不用品販売は慣れてきたから物販に挑戦してみたい、私でもできるかなって不安に思ってる方とお考えの方は、公式 LINE の方で無料で個別の相談も行っております。お気軽にお問い合わせください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。